はいえー、どうもいつも動画をご覧いただきましてありがとうございますあの岸田政権についての株価の大幅な下落をどう考えるのかってことでご質問いただきましたけどもいやこれ答えなくてももう分かってることだと思ったんですけども改めてね答えさせてもらいますけどもあの以前までどういう風に私言っていたかご存知だと思うんですがどういう風に思われてました株価について実体経済とは乖離した単なる日銀の買い支えによって行われている バーチャルな株価だってことは、もうほとんどの方が認識していたでしょ。だから危ないよと。このまやかしの株価は、単なる外国人投資家を儲けさせてるだけだよみたいな批判がさんざっ放ったと思うんですよ。私、それ正しいと思うんですよね。で、岸田さんになって、株価は正確な価格を示し始めたってことなんですよ。だからとってもいいことじゃないですか。そもそも3万円の株価なんてあるわけないんですよ。まあ、せいぜい1万5千円ぐらいじゃないですか、今の。 日経平均なんて。そうでしょ。だって実体経済回ってないのに、株価だけが意味もなく上がってるわけですよ。それに対して、外国人投資家だけが儲かってるわけですよ。で、外国人投資家は、日本の企業に役員として入ってますから、単なるね、株主の利益のことだけを考えて、会社を誘導して、従業員には冷や飯食わしてるわけでしょ。ついにその時代が終わるわけですよ。こういう風うに、ずっと言ってたじゃないですか。で、それが実際、株価が落ちてみたら、 岸田政権始まってなんかすぐに落ちたとか言ってますけどもあのね岸田さんがね一人で株価を操作できるから力持ってませんよ、ね、よく考えてみて岸田さんが総理になって株価が落ちるって思うんだったら売りで入ればいいじゃないですか,か結局つつきたいものをどんどん集めていってとにかく人を貶めることに慣れてしまった日本人の現実がここにあるってことなんですよ株価なんてね3万円もあるわけないですよ2万円だってないですよ そんなことをずっとね、今ね、安倍政権下で、日銀の金融緩和から、あの株式の買い取りからずっと批判してた人までが、株価が下がった下がったって。いいんですよ。適正価格に戻ってるんだから。ね日本の株式市場なんてもう終わってますよ。まあ、1万円でも支えられればいいんじゃないですか。うん。それが適正価格というものです。いってらっしゃい。